あー、ゆきとだけど。え、今日夜遊びに行くの？あー、でも今金ないんだよね。それでも大丈夫そう？オッケー、じゃあ行くわ。あー、せっかく遊ぶなら金使いたいな。仕方ない。オレオレ詐欺でもするか。一人暮らしの老人リスト。あー、あったあった。はい、もしもし。あ、もしもし、俺だけど。へ？俺俺、俺だけど。あら、その声はシンジかい？そうそう、シンジ。久しぶりだね。おばあちゃんの電話で間違いない？はあ、シンジ。そうよ、その子おばあちゃんの電話よ。どうしたの急に。あれ、シンジってこんな番号だったっけ？ああ、今緊急で借りて電話してて。ああ、そうなの。どうしたの緊急って、何かあった？そのちょっと車で事故っちゃってさ。事故？大丈夫？怪我はない？うん、僕は平気なんだけど、相手に怪我をさせちゃってて、今すぐ慰謝料で150万必要なんだよね。150万、それは大変ね。わかった、ここはおばあちゃんに任せなさい。すぐに用意してあげるから。ほんと？ありがとうおばあちゃん。じゃあ振り込み先言うね。大切な孫のためなら安いもんよ。ちょっと待ってなさい。よし、結構すんなり150万ゲットできちゃったな。まあここまで簡単に騙せると少し胸が痛むけど、まあしょうがない。あら、どうしましょう。あーは言ったけど150万なんてすぐには用意できないわ。こうなったらあの手を使うしかないわね。うん、可愛い孫のシンジちゃんのためよ。手段は選ばないわ。ん？誰だろう？知らない番号だな。あ、はい、もしもし。あ、もしもし、あたしです。え？あたしなんだけどね。みなよばあちゃん？お正月ぶりだね、元気？そう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 、みなよばあちゃんよ。お正月は会ってくれてありがとうね。番号合ってる？うん、ゆきとの番号で合ってるけど。え、みなよばあちゃん、番号変えた？あ、そうそう、ゆきとそうそう、普段使ってる携帯どこかになくしちゃってね。ゆきとと話すために緊急で電話借りてるの。どうしたの？それがね、申し訳ないんだけどね、私病気が見つかっちゃって。病気？大丈夫なの？大丈夫大丈夫、手術さえすれば治るやつだから。でもね、その手術費が150万円かかるの。え？それを今日中に振り込まないといけないらしくて。え、150万円を今日中に？そんなの、そんな150万なんて大金急に言われても無理よね。いや、用意できる。実は俺ちょうどもうすぐ150万円が手に入る予定なんだよね。ちょっと待ってて。あら、ほんと？それは助かるわ、ありがとね。じゃあ振り込み先教えるね。わかった、じゃあすぐに振り込むから。絶対に大好きなミネおばあちゃん助けてみせるから。ありがとうね。ふう、俺詐欺成功かな。まあわしわし詐欺といったところかな。まあちょっと悪いことしたけど、大好きな孫が困ってるんだからこれくらいしないと。いやーやばい、早く150万受け取ってミナヤばあちゃんに振り込まないと。もう遊ぶ金なんていいから、騙し取って150万すぐにミナヤばあちゃんに振り込もう。これくらいしたらね、シンジちゃんの慰謝料ね、早く工面できるからね。てか遅いな、あのその子ってババア。電話してせかしてみるか。あら、シンジちゃんからだ。はい、もしもし。あ、もしもし、その子ばあちゃん、シンジだけど、150万ってどうにかなりそうかな？はあ、シンジちゃん、待たせちゃってごめんね。慰謝料150万円、すぐ用意できるから。うん。用意してもらってるから。あの、できるだけ早くお願い。大切な人を守りたいから。大切な人？ああ、いや、あの、事故で怪我してる相手も誰かにとっての大切な人だからっていう意味で。とにかく150万、早くお願いね。あ、わかったわ。ちょっと、相手をせかす。あ、うんうん、何でもない。ちょっと、うん、急ぐわね。何でも、うん。急ぎますわ、うん、よろしく、なるはやでお願い。はい、ああダメだ、相手をせかさないと。もしもし、ゆきと。あ、もしもし、みなよばあちゃん。申し訳ないんだけどね、手術費の150万円予定より早く必要になっちゃったから、早く振り込んでもらえたりするかな。そうだよね、いろいろ手配してるんだけど、銀行ってもう閉まってるよね。あー、そうか、閉まってるかもね。そしたら、あの、なんでもいい、プイプイとかでもいいから。うん、プイプイでいいの？わかった、すぐ送るね。プイプイでいい。うん、わかった。うん、すぐ送るから。はあ、早く送ってくれよ、大切なシンジちゃんが困ってるんだから。あ、電話だ。はい、もしもし、その子ばあちゃん、シンジです。プイプイでもいいって。プイプイ？うん、プイプイです、すぐ送っちゃう、医者だよ。ああ、プイプイで送っちゃっていいんだ、珍しい。ああ、でも私残高あったかしら。ああ、もうメルプイでもラインプイでもいいから、とりあえず送ってみて。ああ、わかったわ。うん、すぐに送るから。
あ、もしもし、ゆきとくん決まった？あ、手術費150万円の振り込み方、もしもし？あ、ごめん、もうすぐ用意するから、ごめんね。うん、早く、ちょっとね、急いでもらえると助かるんだ。うん、ぷいぷいでもいいし、なんかメルぷいでも LINE ぷいでもクイックぷいでもいいらしいから、早く払わないと、みなよばあちゃん、あ、みなよばあちゃん死んじゃうわ。そんなこと言わないで、うん、ほんと、すぐに払わせるから。払わせる？ん？あ、いや、払わせるって何？あれ、ちょっと、あー、切られた。何やってんだよ、あのババア。おばあちゃん、もしもし、おばあちゃん、シンジ、どう？150万。あー、ごめんね、ちょっと用意するのに苦戦しちゃってて。みなよ、あー、間違えた、そのおばあちゃん、もう、あの、頭金だけでいい、どう？いや、いや、車両の頭金？あー、そしたら30万円なら貯金からでも払えるから、それでどうかしら。わかった、じゃあその30万切ったらすぐに送ってもらっていい？あ、わかった、じゃあプイプイで送るね。お、30万。あのババア、やすやすと騙されやがった。お、みなよばあちゃんからだ。もしもし。あ、みなよばあちゃんです。手術費150万円どうですか？あー、それがさ、今30万円だけ用意できたから一旦プイプイで送るね。あー、用意できたの？30万。あー、わかりました。じゃあ待ってますね。プイプイで送ってください。すぐに送ってください。うん、また追加で用意できたら随時送るから。うん、お願いします。プイプイ。あら、あの小僧、やっと騙されて送ってくれたわ。この30万をね、早くまた可愛い孫のシンジちゃんにすぐ送ってっと。プイプイ。あ、またババアから30万。じゃあこれ送ったらミネおばあちゃんの手術費は合わせて60万か。えい。プイプイ。また来た、ほんと騙されやすい子。手術なんて受けやしないのにね。で、この30万円をまた慰謝料の支払いに悩むシンジちゃんに送ってと。はい、また30万ゲット。よしよし、これ送ったら手術費は90万だから、あと3回送ったらいいのか。はい、ゲット。騙された。これをシンジちゃんの慰謝料に送る。はい、120万。これをミナヨばあちゃんの手術費に。はい、120万円入りました。これをシンジちゃんに。はい、150万円達成。これでミナヨばあちゃんに長生きしてもらえる。はい、残り30万円も今振り込まれて、これで合計150万円。これで可愛いシンジちゃんがね、救われるわ。いいことしたな。うん、誰かしら。誰だろう。もしもし、はい、もしもし。おー、みなよばあちゃん、さっきと違う番号だね。あ、手術費は振り込まれた。無事に手術を受けられるようになって安心したよ。あら、シンジちゃん、事故の相手様の怪我は大丈夫だった？ん？手術なんてしてない。振り込みもされてない。事故なんて起こしてない？振り込みもされてない？騙された。マリマリマリーのリアルライブ、まだまだチケット販売中。残りわずかの回もあるので、お早めに。